三菱不走、キャンター。キャンター、キャンターは、三菱不走トラックバスが製造、販売しているキャブオーバー型小型トラックである。1963年から1970年までは、三菱重工業。1970年から2002年までは、三菱自動車工業が製造、販売。また、三菱不走ブランドで唯一欧州で販売されている、車種でもある。 インドネシアでは、コルトディーゼルの名で、ノックダウン生産されている。1963年登場。エンジンは、直列4機九 1986cc の4、DQ1 型ディーゼル。1964年マイナーチェンジ。全小灯を、丸型2等から丸型4等へ変更。1968年1月登場。丸型4等ライトが採用された。 テールランプをコンビネーションタイプに変更。単独一等の交代等がなくなり、コンビネーションテールランプと一体化。1968年12月、ガソリンエンジン搭載車追加。1970年7月、マイナーチェンジで三分割タイプのフロントグリル、いわゆる V 字型グリルだが後に登場する三代目の、それとは別物を採用。ディーゼルエンジンは、 新開発の4 d r も2 7リットル8 0馬力に変更。フロントマーカーをグリル側に移設。また、リアランプのデザイン変更に伴い、後退灯をリアランプから分離。1973年5月登場。T90 型後期をベースに各部を大幅にメジャーチェンジ。通称 V キャンター。富士見模型でモデル化されているのは、 T210CA1 型。1975年1月2.0リットルガソリンエンジンは、ギャランと同じ 4G52 型、アストロン80に変更され、昭和50年排出ガス規制に適合。1976年7月にトンセキディーゼル車に、超低床車を設定。後輪に、小型ダブルタイヤが装着されていた。 1978年11月登場。リアコンビネーションランプのデザインを T90 型前期と同じ3連に戻した。基本色はオード色。このため、モデルチェンジ当初のキャッチフレーズは黄金の足。通称黄金キャンター。モデルチェンジ当初は007シリーズのパロディのようなテレビ CM を放映していた。当初のエンブレムは ワンクラス上の FK シリーズや F シリーズが3ダイヤだった中、本モデルは M 字を採用した。このモデルからワイドキャブ及び3トン積車が設定され、標準、キャブは、キャンター20、キャンター30、ワイドキャブはフロアシフトで、キャンターワイド20、キャンターワイド30という名前で発売された。1980年2月マイナーチェンジ。 ワイドキャブ全車にパワーステアリングをオプション設定。1980年11月新たに1.5積車としてキャンター15を発売。1980年12月3.5積車、キャンター35ワイドを発売。1982年11月一部改良。MMC マークでフロントグリルにキャンターのエンブレムが入る。また、 ディーゼル車に直接噴射式エンジン1 0 0 p s ターボ 120PS を追加。1983年12月キャンター15をベースにしたウォークスルー版キャンターウォークスルーを発売。三菱自動車工業がスポンサーの一社であったテレビドラマ三年ビー組金八先生の第一シリーズで金八先生の引っ越しシーンで使われた。 1985年10月登場。丸型4頭ライトから、ザグレート、ファイターに順じた、異形格系2頭ライトに変更される。ただし、北米など国によって異なるが輸出仕様は、この台まで丸型4頭ライトを採用してた。フロントの MMC エンブレムも3ダイヤに変更され、MMC エンブレムは、助手席ドアに装着された。 フロントディスクブレーキの一部採用もこの台から設定された。シフトレバーもコラムシフトからフロアシフトに変更された。シフトは当初床からの長いロッドだったが運転席と中央席の間に移されてロッドが短くなった。カスタム使用者にはメッキコーナー弁とパワーウィンドウが装備されていた。デビュー当時のキャッチコピーは僕の動きを見てほしい。 今、未来を積んだ。1986年7月キャンター20、キャンター 32-4W リー車を追加。1987年1月キャンター15、キャンターガッツに、名称変更。1989年11月マイナーチェンジ。平成元年排出ガス規制適合、フロントグリルの形状変更。1991年6月。 クラス初の ABS をオプション設定。パワーウィンドウを全車に標準装備。インドのアイシャーモーターズでは現在も生産されており、フロントパネルが大幅に変更されているほか、日本にはないベッド付きキャブも存在する。1993年11月フルモデルチェンジ。一部車種の全消灯、ロービームをプロジェクタータイプにドアアウターハンドルを 縦型フラップ式に変更。7代目は横型フラップ式に助手席側のウィンドウを1992年にフルモデルチェンジした2代目ファイターで採用された同じデザインに変更。あとの7代目もこのデザインを踏襲している。台湾などではこのモデルのシャーシを使用したマイクロバスが製造されている。またフロントディスクブレーキ車はこのクラス唯一となる。 アケボのブレーキ工業製で同社がツインキャリパー式デスクブレーキとして特許を持つツインキャリパータイプのベンチレーテッドディスクブレーキとなり次の7代目モデルでも踏襲されている CM には前期型ではマルシア中期型ではヘンミエミリをそれぞれ起用ヘンミ起用当時のキャッチコピーはエミリバディキャンター1994年モリタとの共同開発の ポンプ消防車 MXI を発表。キャブとボディの一体感のあるデザインを採用し、通常の CDI 型ポンプ車に比べて、キャブの居住性を拡大するとともに AT を搭載。ボディにはオールシャッター方式を採用していた。1995年4月平成6年排出ガス、規制適合。1995年10月ワイドキャブ4トン席。 標準キャブ3.5トン席を追加。1996年2月 LPG 車を設定。1997年6月キャンターガッツにガソリンエンジン車を追加。エンジンは、法人63を搭載。1997年7月7日、キャンターベースの高規格救急車、ディアメディック登場。2002年廃止。テールランプはデリカから流用。 偽装は三菱自動車テクノサービス、後の不走エンジニアリング、2006年解散が実施。他にもキャンターベースの救急車は、帝国船員が偽装したオプティマ、札幌ボデー工業が偽装したトライハートが存在する。1997年9月 CNG 車を設定。1997年10月マイナーチェンジ。衝撃吸収式ステアリングの採用と同時に、 クラス初であり4代目ローザと共通の直噴 DOHC16 バルブディーゼルエンジンを一部に設定。キャンターガッツ 4WD が超低速複変速機付きパートタイム式四輪駆動から複変速機が省かれたフルタイム式となる。1999年5月マイナーチェンジ。平成10年排出ガス規制に適合し、 フロントアッパークリルとテールランプ周りが手直しされた。2000年ガッツ系を除き運転席、エアバッグ標準装備。2007年チンタオ文化教材車で、プラモデル化。2002年6月18日発表。2WD は同日発売。4WD は7月発売。LPG 車、CNG 車は11月発売。コンセプトは、グローバル FIT、グローバルフィット。 通称ジェネレーションキャンター。ヘッドランプのデザインが大型の釣り名状に変更され、キャブオーバートラック、小型、中型、大型も含むにおいては、世界で初めてインパネシフトを搭載した。短期間しか放映されなかったが、CM キャラクターには、ロック歌手の矢沢栄吉が起用された。2003年1月6日に、三菱自動車工業株式会社から、 三菱不走トラックバス株式会社が分社し発足。同日から現在まで三菱不走トラックバス株式会社が製造、発売、販売、販売は2006年に国内連結体販売会社が統合された地域のみを担当している。2004年北米仕様、北米ではキャンターではなく FE シリーズとして発売されているに、 トヨタダイナなどと同じ愛心性規制6速 AT が設定された。2005年10月3日、マイナーチェンジ、後部突入防止装置取付規制と投下機の取付位置及び廃坑特性規制に適合に対応し、一部グレードに5速機械式 AT、イナマット E が設定された。2006年7月5日、パラレル式、ディーゼルハイブリッドシステムを採用した。 キャンターエーコハイブリッドを発売。日の、トヨタ方式とは異なり、エンジンとモーターの間にクラッチを置くことで、モーターのみでの発進や走行を可能としているほか、回生率も向上した。また、他社に先駆けてのリチウムイオン電池、日立ビークルエナジーを採用した。エンジンは3.0リットルの 4M42 型、DOHC16、バルブコモンレール直噴ディーゼルターボエンジンを搭載し、 変速機は、愛心性規制5速、マニュアルトランスミッションに、ボッシュ製変速ニットを用いたイナマット E が、組み合わされる。通常の4.8リットルエンジン搭載車に比べ、NOX で41%、PM で46%の低減。燃費は14%程度の向上をそれぞれ、達成している。2006年8月4日、新長期規制適合車を追加。 環境性能をはじめ、同時にデザインも見直され、不層ブランド以外では2000年に行われていた三菱のシンボルであるスリーダイヤをクロームメッカ、長年親しまれたフロントグリルとマットフラップのキャンターの文字の変更、キャンター不層などの変更が行われた。なお、フロントグリルが不層になった代わりにキャンターロゴはステッカーの形で左右のドアに貼り付けることとなった。なお、 欧州仕様向けにフロントグリルの表記が三菱不足となっている仕様も存在する。2008年5月27日、4M42T3 型ディーゼルエンジンを搭載した平成27年度重量車燃費基準適合車を追加。キャンターガッツ並びにガソリンガッツが廃止された。2009年4月20日、マイナーチェンジ、全車種にイモビライザーを採用し、 2012年7月1日から義務付けられる新しい透過機器製、ハイブリッド車に対する高電圧からの上位運保護に関する保安基準適合させるためにサイドターンランプの形状を変更した。エコハイブリッドについてはエンジン出力、燃費性能を向上させるとともに機種展開を大幅に拡大し、新普通免許対応車や長弱車を新たに設定した。また、 キャンターガッツの販売を再開した。2010年1月7日、平成27年度重量車燃費基準適合車の設定を大幅拡大し、総重量5トン超車、中型免許対応車にも適合車種が設定された。また、当該車種に搭載される 4M42T3 型ディーゼルエンジンは、平成17年、新長期排出ガス規制と、 同規制基準での NOX&PM10% 低減を達成し、エコカー優遇税制と低燃費トラック補助金制度対象者とした。2010年8月5日、エコハイブリッドのみマイナーチェンジ。ハイブリッド制御プログラムの最適化により、2.0トン積車で国内最高の燃費性能を実現、3.0トン積車についても、 燃費性能をより一層高めた。同時に、それぞれの CO2 排出量も大幅に減らした。2011年12月、エコハイブリッド販売終了。2010年11月11日発表。ポスト新長期排気ガス規制と、平成27年重量車燃費基準に適合。コンセプトは、タフソリッド。通称ブルーテックキャンター。 2011年6月14日、7代目、生産終了以来設定されていなかった 4WD を設定。標準、キャブ車全車に、トルク不等配分センターデフビスカス LSD 式を採用した前提証フルタイム 4WD を、ワイドキャブ車全車に、マニュアル式フリーホイールハブを採用した、パートタイム 4WD をそれぞれ設定した。また、ワイドキャブ車に、 超ロングボディー車が新設定された。2012年5月18日、エコハイブリッドがフルモデルチェンジ。2012年11月8日、日産自動車との間で小型トラックの総合 OEM 供給を受けることに合意したことで、三菱不走トラックバスは、日産自動車に NT450 アトラス、日産車内形式 H44 として、大のキャンターを 日産自動車は三菱不装トラックバスにアトラス海24を新型キャンターガッツとして総合 OEM 供給することが発表された。なお、OEM は歴代を通じて初であり、キャンターガッツは2年ぶりの復活となる。2012年11月14日、エコハイブリッドに搭載されたハイブリッド用モーター内蔵オーデュアルクラッチ式トランスミッションが2013年時、 RJC カーオブザイヤー特別賞を商用車で初め受賞。2013年1月25日、エコハイブリッドがアイルランドのアイリッシュグリーンコマーシャルオブザイヤー2013を受賞。2013年2月5日、エコハイブリッドが第3回神奈川地球温暖化対策大賞を受賞。2013年2月7日、エコハイブリッドをオーストラリアで発表。 2013年4月19日、エコハイブリッドがアイルランドのベストエネルギーエフィシエントプロダクトアワード最優秀エネルギー効率化製品賞を受賞。2014年9月11日、日産自動車に引き続き、ドトラックスに対し東大のキャンターをカゼット、コンドル2トン系の後継として供給、発売開始。初号車のラインオフの際には記念式典も開催された。 2014年11月27日、ワイドキャブ超ロング車型をベースに、新車型である、キャンター EX を発表、発売。ドトラックスに対しては2015年1月から供給開始。日産自動車に対しては供給されない。2015年4月21日、4トン積載ダンプを発売。専用フレームを採用し、荷台を剣道にしながら、 積載量4トンを確保したダンプ専用車種を採用。2016年3月8日、キャンター2016年モデルを発表。2016年モデルは、すでに省燃費性能に、定評のある 4P10 型エンジンをさらに磨き上げ、燃費効率を向上。最大積載量3トン以下の ISS、アイドリングストップスタート付き使用前車で、 平成27年度重量車燃費基準プラス10%を達成した。その他車両も全車で平成27年度重量車燃費基準プラス5%を達成した。2016年4月26日、キャンター2016年モデルを発売。スタイリッシュで機能的なインテリアを採用し、室内収納スペースを拡大し、居住性を向上。新たに、 ヒルスタートアシスト機能がついた、デュニック2.0搭載。2017年6月29日、キャンター2017年モデルを発売。7.5トン乗車は、4P10、T6 改良型エンジンを搭載。平成28年排出ガス規制に適合し、2PEG に RG- に移行された。また、キャンター EX に従来の傾着車、 4750mm の他にホイールベース違いの2機種 G100-3850mmH100-4300mm を追加設定。また、ダッシュボード中央部に設置された白線認識カメラにより車両が車線を逸脱した場合、ドライバーにブザーとメータークラスター内のアイビス、マルチ情報システムで注意を喚起する。 車線脱警報装置を一部を除く全車種に標準装備とした。2017年9月15日、世界初の量産電気小型トラック、イカンター発表。川崎工場とポルトガルで生産され、日本、アメリカ、欧州で販売される。2018年8月21日、キャンター2018.5年モデルを販売した。 フロントバンパー中央部に設置されたミリ波レーダーにより前方の走行車用または停止車用歩行者を検知し警報自動ブレーキで衝突回避や衝突時の被害軽減を支援する衝突被害軽減ブレーキと車両安定性制御装置を標準装備しすでに標準装備の車線逸脱警報装置とともに全線を高めた。また バッテリー電圧 24V を標準化した1.5トン車除く2013年1月15日から日産自動車のアトラスを OEM 供給によりキャンターガッツとして販売開始三菱不装からはキャンターを供給と相互供給の形となった2006年7月5日7代目キャンターにハイブリッド車を追加販売開始その後 八代目にモデルチェンジするとエコハイブリッド車もモデルチェンジ。そして2012年11月8日には日産自動車への OEM 供給を発表。日産アトラス NT450 アトラスのハイブリッドモデルへの OEM 供給を開始した。さらに2014年9月11日にはドカゼットとして OEM 供給2例目となった。一部小型トラックで 下半は普通トラックである。積載量は1.2トンから1.5トンのキャンターガッツと1.75トンから最大4.8トン、5トン、未満にいっぱいまでのキャンターがある。また、ワイドボディにクラス唯一の後輪に軸、前後合わせて3軸仕様の設定がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。